知らないよ、そんなの。はい、どうも。2018年4月の18日、12時23分です。よろしく。のんちゃん、お腹すいた、俺。のん飯食いたい。するんかいって。いや、だって島忠夕方に行くっつうんだもん、のりこ。島忠行かないんだって。俺は島忠行くもんだと思ってたから 行くんだったら連れてってもらいたいなと思ったけど。島忠ホームズってホームセンターだね。ホームセンター。腹減ったな。なんかのんちゃんご飯作ってよ。ダメ？のんめし食べたいよ。腹減ったよ。のんちゃん全然お腹空かないよね。ああ、痩せてきたもんね、最近。俺何食べようかな。めちゃめちゃ腹減った。ピザ頼んだ、いいじゃん。ピザいいね。羨ましいな。ピザいいね、ピザ。羨ましいな。いいな、ピザ。ピザはいいか。アドンさんコメント出てない。ああ、ごめんごめん、了解。ありがとう。教えてくれてありがとう。これでどうじゃ？出た？ありがとう。出た。まあ丸眼鏡でもいいよ、どっちでもいいよ、見れるから。腹減ったな。何食おうかな。なんか最近もうジャンクフード飽きてきたんだよね。もうこれ食ったら死ぬぞって体が教えてるんだよね。いや、マジでマジで。これ食い続けたらお前死ぬよってずっとね、こう教えてくれるんだよね、体に。パスタ。パスタ作ってくれるじゃん。のんちゃん。作ってよ、パスタ。あれでしょ、ソソパスタでしょ。作ってよ。ボロネーゼ食べたい。ボロネーゼ作って。腹減ったよ。それでいいから作って。いや、腹減った。いやー、なんか食いに行ったら雑談できなくなるから家で食おう。のんちゃんあるので作って。
ミートソース、そう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 、ミートソースのやつ。腹減ったなぁ。いや、わかんない。IP の特定とか。ふわっちやっててってこと？もう、いや、なんかハッキングできるやつだったら簡単にできるんじゃないの？やろうと思ったら。俺は全然やり方わかんないし、人の IP なんか知って何の得があるのかも全然わかんないから。俺は知らん。なんで怖いの？何を恐れる必要があるの？なんかさ、ネットでさ、個人情報、なんか住所割れる、顔バレるのが怖いとか、何が怖いのか全然意味わかんないの。世間でさ、名刺交換するときに会社の住所とか名前とか全部名乗るじゃん。何をそんな怖いの？どうなんだろうね。全然意味わかんないんだけど、何をそんなに恐れてんの？別にだって住所、電話番号、顔さらしてさ、普通にさ、その対話をすることって人間として当たり前のことなんじゃないの？違う？普通じゃない？別になんか何をネット民はそんなに恐れてんのか俺はよくわかんないんだよね。みんな怖い怖い怖いって言うけど、なんか被害もなんか世間ってそんなに自分に関心がないと思うよね。別にだって顔バレようが名前バレようが住所バレようが電話番号バレようが何にもないよ。別に誰も攻撃なんか仕掛けてこないよ。俺だってネット5年やってるけど、なんか誰かが家に来たとかないもんな。リスナーさんあるけど、なんか食べ物持ってきたりとかするだけですぐ帰るかんね。ワド、これなんかお土産とか言って、誰みたいな、リスナーみたいな、そうなんだ。IP から個人情報バレるかどうか知らない。知らない。っていうかね、もうそもそもそんなことを恐れてたらネットなんかできないと思うよ。別にバレたところで個人情報バレても別に、なんか、ビル・ゲイツとかが気にするんならわかるの。芸能人とか、とんでもなく成功してるやつだったら、孫正義とか。別に最強の人間そうじゃないでしょ。普通のパンピーでしょ。なんでその誰かが攻撃するの？最強の人間のことを。それがよくわかんないわ。どうなの？なんかそんなにすごいやつなの？なんかそこがよくわかんないんだよね。個人情報がバレて何の問題があるのかっていう。なんで俺が特定すんの？俺そんな暇じゃないから。悪いけど最強の人間。俺暇じゃないの。なんかね、言う人いるんだよ。和道がなんかするんじゃないかって。そんな暇ねえから。何をするの俺が。なんでそんなことすんの？悪いけど暇じゃねえんだ俺。いや、しないわ。リスナーさんに関心を抱くことなんかほとんどないよ。はっきり言って、配信者が。だって不特定多数の数千人数万人とさ、ずっと相手にしてる商売だから、例えばさ、200人会場にいて一人一人の顔と名前を覚えて、その人の家のストーキングなんてしないでしょ。バンドマンとか、芸人さんとかが。俺からすると、なんか会場に毎日入れ替わる200人満席の、その会場にいる誰かが私のこと個人情報とか特定しないでくださいっていきなり言われてる感覚で、何言ってんだこいつみたいな、メンヘラかてめえみたいな、意味がわかんないでしょ。いや可愛くないでしょ最強の人間は。可愛くてもしねえわみたいな、興味ねえわ他人に。全然わかんない、全然意味がわかんない。他人に全然関心ない。いや、そういうことだよ俺言われてんの。そういうことだよ。私の本名わかりますかみたいな、聞くなみたいな、興味ねえわ。わからねえよ。
私誰だか分かります？分かりません。はい、さよなら。いくつぐらいに見えます？知らねえよ、知らねえよババア、もうお前が思ってるほど世間はお前に関心ねえわ。ひどい、傷つきました。もう来ないです。来んな来んな来んな、向いてねえわ。リスナー向いてねえ。私のコメントって面白くないですか？つまんねえよ、消えろ。何歳に見えますっていうほどおばさんが多い。何を、何に怯えてるんだろうね。全然意味わかんないよ。何をそんなに恐れているのか、何に怯えているのか、本人だけだよ気にしてんの。うるせえよ、もういい加減にしてくれ。興味がありません、まるで興味がありません。いやもう興味ないもん、そんな。なんで俺がリスナーさん一人一人の住所、名前、電話番号、男なのか女なのか、ブスなのか可愛いのか、全部俺がメモってると思ってんの。なめんなよ、俺和道だよ。うん、ピースケいらっしゃい。いやいやいや、そんな暇じゃないでしょ。何に怯えてるんだよ、全然意味わかんないよ、全然意味わかんない。何がそんなに怖いんだい、何がそんなに怖いのか全然意味わかんないよ。病気かよ、怖いことなんか一つもねえだろ。いや怖いことの意味が分かんないよ。いや別に俺のことを知りたいのは別に構わないよ。あれ？あれ？ネット止まった？あれ？今ネット止まったな一瞬。いや俺のことを知りたい分には全然構わないけど、なんて言うんだろうな、なんか知ら、なんつうの、わかんねえわ。今止まってたよね。全然よくわかんねえ。ああ一瞬止まったね。なんかリスナーが思ってるほど配信者はリスナーに興味がありません。そこは覚えておくといいですよ。なんか被害妄想を持つのやめてください。僕ら何もしませんので。ふわっとしたまにバグるよね。いや別に何についてでも話すよ、振ってもらえたら何でも話すよ。俺鼻曲がってるよ、言われなくても分かってるよ。お前俺もうずっと32年間この顔で生きてきたんだから、なんで俺の顔のことを詳しいと思ったの。俺の方が詳しいだろどう考えても。俺毎日この顔見てんだから。いや別にいいよ、何でもいいよ、何でも。パスタもピザの話もしないけど別に。何どんどん何口ピクピクする癖って、何どんどん。あ上か。はいカレオさんおはよう。うん
何口ピクピクって、カレオさん今から仕事かな、お昼休憩かな。高いけど別にどんな人でも話せるぞ、配信よっさんだろうが金梅さんだろうが、知名度なんて関係ないでしょ、同じ人間なんだから。なんかあれなんだよね、生主をなんか芸能人化してる風潮あんまり好きじゃないんだよね俺。なんか俺らただの人だかんね。あ、今日お休みなんすね、暇だからお稽古してくるの主婦ですか、うん、何のお稽古してくるんですか、うん、何だろう、何のお稽古するんだろう。なんだろうか、習い事、パッチワークやるんですか似合わねー似合わねーコメントの反映が遅いこと？あ、まあまあしょうがないよ、うん、今配信者200人やってるからね、サーバーに負荷かかってんでしょ。っていうかさ、アチオがさやたら画質いいんだけど、これ何なんだろう。俺こういうアチオみたいな配信やりたいんだけど、誰かカメラ詳しい人さ、このアチオのさ、アチオがこれどうやって配信やってんのか分かる人います？なんでアチオの放送こんな画質いいんだろう。あのひらがなでアチオっていう人が今ふわっちやってんだけど、22人ぐらい見てるんだけど、俺もこれ、え、違う、後ろがボケてんの。なんでこんなに綺麗に撮れるんだ。俺これやりたいんだよ、アチオ見てきて。うん、これどうやってやってんだろうな。確かにね、ビットレートは確かに俺の4倍ぐらい出力上げてるんだけど、ビットレートの問題じゃないと思うんだよねこれ。何このおしゃれ空間、イケメンが。これずるいよねこれ。いや、ビデオカメラなのかな。なんでこんなに YouTuber みたいなことやってんだろうね、ずるいよね。誰かわかる人いるこれ、どうやってやってんだろう。望遠で撮ってる、望遠ですか。ちょっとのんさん双眼鏡いや望遠、双眼鏡あるから俺の家。どっかなかったっけ望遠鏡。あれ望遠鏡どこやった俺。望遠鏡なかったっけ俺の家。どっか行ったね望遠鏡。いやずるいよ、望遠で撮ってるの。いや、アチオイケメンなんだよね、アチオ。何このおしゃれ空間、ふざけんじゃねえよ。なんであいつばっかりおしゃれなんだよ。どうやってやってんだろう。俺もあんなおしゃれ空間作りたい。和道さんの話してる？
嘘。な、何これ、どうやってやってんのこれ。あっちをなんて言ってんだろう。俺もあんなおしゃれおしゃれ配信者になりたい。ずるい。こういうさ、なんか料理配信みたいなやつあるよね。ね、あるよね。俺もこんな感じでこうやってやりたい。斜めから自分撮りたい。どうやってやってんだろう。ビットレートは高いんだよな、確かに。どうやってやってんだこれ。わかった。周りをぼかせばいいから、クリームを塗ってみよう。カメラの俺以外のところにリップクリーム塗ってぼかしてみるわ。とこの辺ぼかしたいから、リップクリーム、この辺にリップ塗って、ちょっと待ってね、この辺にリップ塗って、この辺にも塗って、これでどう。あれあれできたできた。リップクリームを、ちょっと待って、この辺に塗って、この辺かな、これ難しいけど、リップクリームでぼかすわ。この辺に、ほらほら、なったなった。いや、リップクリーム塗ったの今。この辺ぼけてるでしょ。ちょっとアチオ、アチオっぽくなった。ほらなんかこう天気悪いとか言わないで、曇りの日じゃないからやめて。 OK、 アチオ OK、 これでこれでしょ多分。アチオリップクリーム塗った。え、 GH5 一眼レフ使ってんのか。やっぱ一眼レフ欲しいな。ダメだわ。あ、ボケてるボケてる。もうこの辺行くとなんだか分かんない。お風呂場ですかみたいな。またボケちゃった。カメラこんなことばっかりやってるから壊れるんだよ。被写体とカメラの距離が遠い。え、被写体とカメラの距離を遠くするとこういうことができるんですか。え、どういうことだろう。え、被写体とカメラの距離、まあ遠くやってみようか。え、どういうことだろう。これでこうして、こうすると遠くしたカメラを、で、で、カメラを起動して、映像構成、これもいろいろやってみようか。で、でだ、カメラ制御で露出はこのままでいいでしょ。焦点をぼかす。ああ、全部ボケた全部ボケた全部ボケた。え、どういうことどういうこと、全部ボケた。ええ、俺もぼかしたいぼかしたい。じゃあ俺だけはっきりさして、全部をぼかしたいの。全部ボケちゃうの全部ボケた。目が悪い、目が悪いのみたいな。後ろに照明、ちょ、のんちゃん懐中電灯、のんちゃん立って、そこ懐中電灯だ、そこで懐中電灯ピカってやって、ピカって、あー眩しい眩しい、違うな、なんだろう、違うな、なんだ、できないな。あ、電池切れ、電池切れか。どうやってんだ、中央。俺もやりたい、あんなおしゃれなの。え、どうやってやんの、どうやってやんの。それダメ、このレンズじゃ無理。遠くしてズームで近づける、ウェブカメラじゃ無理なのこれ。俺もやりたいよ、俺もあんなおしゃれな感じにしたい。なあ、ずるいや、中央。なんであいつばっかり。カメラを近づけて和道にピント合わせる。ちょっと待って、オッケー。こうやってやって、こうやってやって、こうやってやって。どうやんだよ。ずるいよ、あいつ。うわぁ、ボケるな。お、ポッ！これ。これ難しいな、これ。どうやんだろう、どうする、できないよ、どうすればいいねえ、どうすればいい、でき、あ、できた、あ、できた、できた。後ろがボケてる、後ろボケてるよ、みんな、ほら
これで行く？俺ができるギリギリこれだな。ほら後ろボケてるボケてる。あれいいんじゃない？あれできた？後ろボケてるよね。ただちょっと後ろボケて、難しいな。このギリ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 、ダメだなこれ。これダメだわ。悔しいわ。一眼レフ買わないとできないのか。悔しいな。 F 値が明るいとかも何言ってるか全然わかんない。もう専門用語中出た出た専門用語中出た出た。専門用語使えばなんとかなると思ってるやつら。 F 値がさとか、俺分かってるやつだからみたいなアピールね。嫌いそういうの。アチョはもっと明るいレンズで絞りを浅くしてる。何言ってるか全然分かんない。できないってこと？俺のカメラじゃ、俺のカメラじゃダメなのね。分かったよ、なんだよ一眼レフとか持っててよ。ずるいよ。俺も欲しいよ一眼レフ。どうなんだろうね。なんだかよくわかんないけど、あれかっこいいよね。あちょ。できないんだ。できないことが分かっただけでも救いだわ。できないんだ。いいなぁ。なんかあの画質だけでね、できる男っぽいもんね。花火飛ぶでしょ、あれ。あちょさんかっこいい。花火上げますってなるでしょ。レンズの性能で決まるんだ。なんでウェブカメラってこんなレンズダメなんだろうね。もっとレンズこだわっていいような気がするんだけど。アチョウが見に来る。アチョウが見に来んの。アチョウどうやってやってんだろうな。いいな。俺もアチョウみたいな放送にしたい。いいな。アチョウの放送いいな。いいな、いいな。いいな。あの画質バリスタ感出てますよね、なんか。はい。できた？ありがとう。おお、うまそう。熱いからね。うまそう。ありがとう。のりこパスタ。のりパスができました。いただきます。熱いの。いただきます、のんちゃん。いいね。ボーノ決まったぜ。うまそうでしょ。うまっ。うまっ。のりこめちゃめちゃうまいわ。いや愛の手料理って思いっきりレトルトだけどね。ありがとうのんちゃん、うまい。あうまいわ。おはようヒトラーさん、おはよう。うわ、高校。いや、日本人なんだから麺類すするでしょ。嫌いなんだよね、なんか、なんだっけ、なんか、すするのがどうのこうのとか。なんて言うんだっけあれ、ふざけんなよな。日本の文化なんだよ。なめんなよこの野郎。アメコーがよ。
ヌードルハラスメントとかふざけんなよな。ラーメン食うな、もうめんどくせえから。オリンピック前でヌードルハラスメント、日本人はそうやって食ってきたんで今まで。あいつらの考え方嫌いなんだよね。なんかあいつら日本に来て平気で英語で喋りかけてくるの腹立たない。大っ嫌いなんだよああいう考え方。日本語で話しかけろよ、日本なんだからここは。なめんなよ、極東アジアなめんなよ。エテルの家の天井壊すの？へえ。うまうーん、大丈夫だよ、テル金持ってるから。テルはもう何やっても許される、なぜなら金持ちだから。はい、DK忍者いらっしゃい。金持ちは何やっても許されるのがこの国です、わかる？上級国民は何をやっても許される。奴隷に生まれたらもう奴隷として生きていくしかない。警察も相手にしてくれない、政府も相手にしてくれない。うん。金持ちになったら全てが許される。警察がもみ消してくれるから、事案を。あ、マジっすか、ナオタクさん。あ、よかったっす、よかったっす。とんでもないっす、とんでもないっす。よかったっす、お役に立つて。とんでもないっす。わざわざありがとうございます。のんちゃん、ごちそうさま、ありがとう。はい。洗ってくれる？ありがとう。美味しかった。ワード2。奴隷は王を制す。圧倒的ひらめき。圧倒的あ、サプリ。あー、はい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 。最近2ヶ月半前ぐらいに配信者始めて、なんか結構最近伸びてきてる配信者の若い男の子っすね。僕も会ったことないんですけど、よくこの枠遊びに来てくれるんですよ。なんか、和道さん好き好きっつって。なんかイケメンの子ですよね。ありがとうございます。サプリくん、サプリ来たん。あ、いい子だったんすか。あ、よかったっす、よかったっす。嬉しいっすね。俺たち凡人は地下にこもってペリカ稼ぐしかない。いや、そうだよ。うん、そうだよ。俺もそっから成り上がるための一手を考えてんだよ。どうやって地下帝国、帝愛グループから抜けるかを考えてやってきてんだよ。革命どうやって起こすか。飯食ってね、血糖値上がったからね。ああ、足りねえ。全然足りねえ。4分目ぐらいだわ。腹4分目ぐらい。あとで何か買いに行こう。全然足りねえわ。サイコロね、ざわざわヒントどれさん、
ああそうそう、ヒカルくんの店舗の横空いてるんだよ。本当に。今空き出てんだよ。でもね、飲食禁止だって。なんか3万4万で店できるんだったら面白いよな。なんかやる？空き出てるよ、ちょうど。新宿、店舗。家賃昨日見つけたもん。バカありがとう。これ多分ヒカルくんのさ店の隣でしょ。値段的に変わらないし。これこれ新宿百人町一丁目。これこれだってヒカルくんの店のところだよね。これそうだよね、合ってるよね。これヒカルくんの店だよね、多分。違うのかな？これ。これ。合ってるよね。か、ヒカルくんの物件がまだ空き家状態に登録されてるのか分かんないけど。なんかやる？ 37,800 円プラス 2,100 円だから、あれか。まあ、4万円ぐらいか、月。うん。月4万ぐらい。なんか始めるのありだと思うけどね。シルバー？シルバーはちょっとまだ無理かな。アクセの店構えてヒカルくんの店でコーディング？コーティング？すごい、なんかすごい商売だよね。だから飲食店ダメだっつってんの。飲食店できねえっつうの。のんちゃんタバコ、コンビニ？違うか。寺。のんちゃん最近痩せてきたんだ。おい、のだてるさん、わかつ、いらっしゃい。わかつ。ああ、首痛い。古典みたいな、古典につき4万はちょっとな。いいっすね、平和っすね。エデンさん風船ありがとう、アイテムありがとう。今日全然閲覧低いな、何なんだろう。閲覧低いよ。アトリエ通って油絵やってた。へえ。俺も油絵通ってたけどダメだったな。まるでセンスがなかった絵は。造形物はセンスあったけど。ラリってた。配信者用のゼミとか塾とかはちょっと笠生主向けに作りたいなとは思ってるんだけどね。ちょっとね、正直言うと機材のこととか配信のなんかノウハウみたいな。風船10個ありがとう、エデンさんありがとう。
それはあるよね。やってみたいなっていうのは。文字がボケるのなんかなんないのかな。うまくキャプれない。なんで荒野のところとかぼやっとしないんだろう。文字俺のところだけぼやっとするんだよな。なんでなんだろう。今度荒野に教わろう。これマジね、でかくしないとぼやけるんだよね、俺のところ。他の配信者はうまくやってんだけどな。なんでなんだろう。どうしようかな、トレーニングしようかな。程よい筋肉痛だよ。あと、ツイッター、ツイッター、うん、俺のツイッター、ツイッターマーク書いてあるじゃん。ツイッターだよ。文字の選択が良くないのかな。天気良くなりましたね。文字変えてみようかな。オプション明朝にしてるんだっけな。フォント MS ゴシック明朝ゴシック MS ゴシック何がダメなんだこれ。これでどうだ。あ、こっちの方が見やすくなったな。あ、よかった。和道と絡む有名だった。いや、番組タイトルだよ、番組タイトル。和ゼミ、和道ゼミ、和道ゼミ。番組のタイトル。いや、 YouTube 見てる人になんかその動画転用された時にあのこれがついてたらワドゼミで検索してくれるかなと思って、うん、ただそれだけ。2ヶ月の縛りとか別にないよ。ないないない。なんでゲットアップルーシーが、うん、コメントビューアーねあるといいよね。何やってんの、のんちゃん。ガサガサ箱はね、破いてる。あ、破いてる。ゲットアップルーシー頭から離れない。ゲットアップルーシー、ゲットアップルーシー、ゲットアップルーシー。YouTube 勢はね、コメントやっぱ見えないと寂しいよね。コメント見えてなんぼだかね。これくらい、どう、なんか、あ、これくらいかな。トレーニングしようかな、どうしよう。なんか撮影フリーなところがあったらいいんだけどな。まあまあこれくらいでも全然携帯で読めるでしょ。大丈夫だと思うよ。
あんまり文字ばっかり大きくなると絵面が見えづらくなるからね。中央公園相変わらずだね。相変わらず公園で撮影ぐらいさせろよな。税金で運営してるくせによ、ふざけんじゃねえよマジで。バカげてるよなあれ。あれほんとふざけんなって思うよね。いやーあれはどうかと思うよ、うん、公園でカメラ撮影ダメっていうのはおかしいだろ。公共の場所だよ、公共の場所。変なルール、ちょっとなんか行き過ぎてるルールも面白くねえよな。どうなのって思うよ。何でもかんでも規制で縛りゃいいって問題じゃねえだろ、うん、肖像権とかではないよ。はいどうもどうも、いらっしゃい。公共の場とか一般のところを規制するっていうのは変だと思うけどね。それ悪意を持って小さい子供とか盗撮したら悪いと思うよ、俺もさすがに。そりゃねえだろって言うけど、別にね、公共の場所で撮影して何が悪いんだって思わない？何でもかんでも条例とか法律で何でも縛りゃいいって問題じゃないよね。おかしいよ。行き過ぎた規制なんか息苦しくなるだけなんだけどね。いやいや、規制しろやじゃなくて、その公園ってもともと庶民の集いの場所だから。そうそう、なんか別にね、いいじゃんね、ルール守ってんなら。セブンティーンの禁煙、別にそれはいいと思うの。サイトがルールを決めるのは別に俺はいいと思ってて、だから俺はただやめただけじゃん。喫煙できるサイトでやるっていう、それは別に構わないの。民間の会社がルールを設けて勝手にやる 分には俺は別に好きにすればと思うけど、ただまあ国が縛ることではないよねっていう。そう思わない？俺はそれはやりすぎだと思ってるけど。あら、まあ落ち着いてきたね、血糖値上がってきたね。そう、しばらく経つと腹は膨れる。もう腹減りはないね。どうしようかな、そろそろトレーニング行く？体鍛える。ていうか捨て頃選手全員トレーニング枠やってないけど大丈夫かな。もう捨て頃こけるんじゃねえか、不安で不安でしょうがないんだけど。今回の選手どうした？大丈夫か？ヒカルくんもトレーニングまだ開始してないね。もうそろそろ始めるって言ってたね。
いやいや、だるいんでしょ。だるいんだよ、ただ。ただだるいんだと思う。でも、グダグダになるだけだからね、トレーニングしてなかったら。普通に負けるの悔しいよ。いやいや、やってない、ほとんどの人が。達彦と、あと誰だろう。ケンニーっていう人と、クモン流ぐらいじゃないの。トレーニングやってんの。トレーニングの準備しようかな。のんちゃん棒のやつやってよ。のんちゃん難しい。いいじゃん、運動になるから。いいんだよ、分回して俺に攻撃すればいいだけなんだから。クモリュー初戦に出るよ。あれ棒どこやった？棒椅子？ここ？あ、埋もれてんの？のりこやってよ、あれ。のりこもいい運動になるんだから。やろうよ。一緒に勝とうよ。負けたら嫌でしょ、和田さん。そうそうそう、意外と直樹兄さんのシャドウが綺麗だったって聞いたよ。な、見せろよな。ツイッターとか YouTube にあげろよな。なんでシークレットなんだよな。意味がわかんねえよ。じゃあトレーニング枠やるか。ここに埋もれてんの？どうした？ここにあるはずだ。はいね。あれ、カイホー捨てたか？もしかして。カイホーいる？あったあった、こっちだよ。あれ、1個しかねえな。あったあった、やってよ、やろ。え、いやいや、そんなこと言ってたら負けるよ。じゃあやるか、トレーニング。もう鍛え抜いたボディ、俺の腹筋貫けねえぞ、直樹兄さん。じゃあやろう。やるぞ、トレーニング。今日もみんなで鍛え抜こう。そこのあの桜の木のところ、あそこでやろ。バンテージマークは見た目大事だからね。シャドーボクシングしかやらないけど、もうバンテージを巻くっていうのは非常に大事だよ。わかる。モチベーションが上がるから、モチベーションを上げていかないとね。モチベーション、バンテージを巻きます。無意味に、もうやってる感を、やってる感をリスナーに伝えるためにバンテージ巻きます。これ見た目から入るタイプだから。何の意味があるかって言ったら何の意味もないけど。シャドーボクシングでもバンテージですよ。やっぱ中二病の憧れだからね、バンテージを巻くっていうのは。巻けば強くなった気がするしね。でもリスナーから突っ込まれんだよね。なんであいつバンテージ巻いてんだって。意味はない。あ、いや、あ、今日は昼なんだ。了解。
ほらかっこいいでしょ。ほら言ったじゃん。ほらかっこいい。ほらかっこいい。巻いただけでかっこよさだいぶアップするからね。言った通りだろ。バンテージは絶対巻いた方がいい。わかった。伝わった。わかりる。直樹兄さんって何、ボクシングやってたの？なんでさ、そんなシャドウ上手かったって。そのガセネタ、ポチームの時もさ、ガセネタだったじゃん。なんかポチーム強えぞとか言ってさ、俺に心理的なプレッシャー与えるだけだったじゃん。実際蓋開けたらクッソ弱かったじゃん。本当に見た人いるの？そう、噂じゃなくて実際にさ、直樹兄さんのシャドウ見た人いるの？この中にいる？多分ね、一人もいないと思うんだよね。見た？ネット民はね、憶測だけで語る悪い癖があるから、どこにもソース出てこないかんね。誰も見たことない、誰も見たことないシャドウをなんでさ、直樹兄さんうまかったぞとか言えんの？今何時だ？1時か。ズボン着替えてきます。はい、こんにちは。今からトレーニングです。じゃあみんなトレーニング枠見に来てね。お疲れ。